だから20時25分とかだったあ二20時じゃない23時びっくりしてえやばっと思った今日さなんかレッスンして帰ってきてちょっと寝てて多分時間間隔狂って時計パッて見たら23時25分とかで びっくりした危ないよねこんばんは今日たくさん踊りましたっ踊ったこんばんは <laughs> 今日届いた生ジェシのチェキ当えったえそうなのやったーチェキーチェキこんばんは もいいか寝ちゃってたもうそんなに寝てないけど言うてそう5月今日で終わっちゃうよもう明日で6月だ <laughs> ゆっくり休んでありがとうお風呂に入ってゆっくり休みますチェキ当たっていた初めて見たでも毎回チェキは当たってるんでしょ必ず一人にはってか一人、ね、のみ 6月1日に日付変わったま待ちゃんメール取ります。あ、嬉しい !6 月メールしようね。ねえ、もうな、えもう6月からもうさ、半袖かなまあ、その日によるか。<laughs> その日によるか。でも、6月って言ったら、梅雨入りの時期もしかして。もしかして。マナの強的な。 まちゃんやっほーやっぴー今回の衣装めっちゃ好きだから絶対着てほしかったんだけどなんとなく当たる気がしてたのえー、すごくない当たる気がしてさ本当に当たるってすごいね思いが通じたんかな運営さんへ <laughs> 運営さんへの気持ち梅雨の時期だね,ね梅雨の時期だよみんな傘忘れたしかも傘も持ってってない やばい昨日あんだけさショールームで日焼け止め塗るの忘れない傘忘れないって言ったのにどっちも忘れちゃったでもメールの返信でさ言ってくれてる人多分めっちゃ少なかったんだよね多分 <laughs> みんなさ違う返信の内容を言ってくれてたからほとんど「まんちゃんは今日も世界一可愛いねやさっぴーありがとう」「梅雨嫌だね梅雨嫌だよね」でもわかんない雨,雨が 嬉しいい方もいると思うから頑張ってくださいありがとう、ね、あれだけ言ってたのにど普通にどっちも忘れてたでも朝ね、まあ、日焼け止め見たの一回 <laughs> だけど見ただけ <laughs> 見て終わり <laughs> 目日焼け止めと目があって終わり塗ろうって行動に移さなかったし脳みそにちらつきもしなかった <laughs> やばくない 限定のシアターくじの特徴ゲットサイン入りうちはなんか切,り切るところが変だったものもしかして劇場のシアターくじの特徴ゲットサイン入りうちは日本届くの楽しみだな <laughs> 嬉しいサインかきかき楽しみサイン待っててね <laughs> こんばんはやばくない <laughs> 今日届く生女子の時期が 当たる夢みた夢最高すごくないそれまな、あ、ちゃんのクリアファイル買いたいけど使用できないえなんで使用できないの使用できないことなくないだってね,ねえ <laughs> なんで使用できないのこんばんは一日でまなちゃんを締める嬉しいえ嬉しいまなも愛菜、ま、ことたくさん見ていい夢を見てください どっちも忘れちゃうのかわいいしそんな変身してないか私のせいは面白そうだよみんながマナあれだけ言ってって言ったのに言ってくれないからだよまなが忘れたのはみんなのせいみんなが忘れたのもみんなのせいうわーハトありがとう嬉しいハトテライナの活動最終日の撮影会でまなさんにお礼言いに行きません感動しそうねえ無理まな やだーやだよー。もったいなくて使えない。えー、なんでじゃあ、保存用と使う用でやったらいいんじゃないあ、あと鑑賞用みたいな。<laughs> でやったらいいんじゃないかな。どうどうですかえー、冷気目ちゃんと塗ったの偉い。マナマ忘れちゃった。それちょっと楽しみです。マナマめちゃめちゃ楽しみ。ツソッソ ツーショット写真会は初めてだから嬉しいもったいなくて嬉しい嬉しいけど使ってほしいなでも使ってほしいし飾ってほしい使うよと保存用買ううしいありがとうたくさん使ってたくさん見てね年中無休で日焼けで塗になってるえ偉えらいもうそれがね一番いいんだよ雨の日でも曇りの日でも 塗った方がいいんだよマナは塗るって心に決めてるくせに忘れちゃう <laughs> みんなのせいで <laughs> みんなのせいで今目か良くなってきたなんかみんなのせいにした瞬間目か良くなってきたんだけどみんななんか呪いかけた今めっちゃ目か良くなってきた服用用も買わないとじゃあえっと使う用保存用用 鑑賞用不況用どうこの4つどうですかまかないで買おうかなポスタ、えーええぜひぜひまかないまかないでポスター飾ってポスターもあるんだ嬉しいクリアファイルいっぱい買う嬉しいいっぱい使ってねなんかクリアファイルいっぱい使う人って頭良さそう <laughs> 偏見ただの偏見 あのクリアファイルとか持ってたかな <laughs> もう使ってたわ。使ってたけど、な、何入ってたんだろうマナ、ま、のクリアファイルって。覚えてないわ。こんばんは。マ、ま、ナちゃん一緒におにぎりしてツーショットしよう。ね楽しみツーショット。一番最初の日、ギャルの日、みんな。今、再販してるから、ぜひ皆さん、よろしくお願いします。こんばんは。 4月愛菜ちゃんに会えるえう、ー、しい待ってるね気をつけてきてねひュー俺もツーショット行こうかなえっ、ー、来るしかなくない <laughs> チャラ <laughs> 来るしかなくない待ってるよーこんばんは今日はすっぴん今日もすっぴん今日はレ,あのレッスンだったからマスクしてレッスンしてきた マナちゃん今日も可愛いな。えー、ありがとう。嬉しい。これバラだよね。バラありがとう、たくさん。わあ、ありがとう。クリアファイル集めてたじゃあ、マ、ま、ナのクリアファイルもニュークリアファイルとして。どう <laughs> あ、モガメの正解じゃあ、ちょっと明日教えるね。でも、正解の方とかもいたよ。 そういえばギャルになりたすぎて勢いで軟骨ピアス開けたね勢い強すぎるでも今日もさまだレッスンの時にピアスしててカホに「まだ軟骨開けないの?」って言われた <laughs> なんか勧められたんだけどまだ軟骨開けるのでも可愛いいよね <coughs> 寝る時痛くないの軟骨ってまだめっちゃ寝返りさするからさどうなんだろう そしまずマナタロウかわええ可愛いマナタロウマナとあいタロウさんかな嬉しいやったマナ、まあ、ちゃんにプレゼントを送れたいえ嬉しい待ってるね <laughs> 待ってるねたくさん愛用させていただきます忘れたのは話でクリアそうマナが一番ファン思いだと思うのそうでしょうそうだよみんな。 久しぶりにツーショット撮りに行こうかなえ来て来てツーショットうしい <laughs> なんかさすごい開けさせるじゃんこことかどうこ,ここ <laughs> ほっぺ絶対通らないまああのほっぺむにっとしすぎて。 明日教えるで結局うれうに500。え、なんだっけなんだっけ何を教えるんだっけ <laughs> 何クリアファイルな、なんて言ったっけまだ。クリアファイルの中身だっけなんだっけクリアファイルの中身は何入れちゃ忘れちゃったんだもんだって、本当に。そんなに。なんだっけ忘れちゃったよ。仕事終わったよ。え、お疲れ様。え、お仕事頑張ったね。<laughs> 誰 <laughs> 誰あもまめの答えかそうだそうだねちょっと明日さ言ってよ目あの返信で忘れちゃう明日寝たらすぐ忘れちゃうから寝たらっていうかさっきすぐさっき言ったばっかの話も忘れてるんだもん明日忘れてるに決まってるじゃんねこれでまた忘れたらまたみんなのせいだからママは言ってって言ったから。 <laughs> 答えが気になる方メルトもなるしそうメルトもなるしか <laughs> メルともぜひみんななってねマナちゃんの生写真届いたかお迎えするえ嬉しいみんな生写真ありがとうねゲットしてくれて嬉しいな6月になって忘れあそっか明日6月だよみんな。 やばくない6月終わったらもうさ2022年半分終わっちゃうんだよ <laughs> 無理ー悲しいでもそしたらあと4ヶ月したら誕生日あと6ヶ月したらクリスマスでプレゼントもらえる <laughs> イエーイ嬉しい半年終わっちゃうけど早く誕生日になったし,いしクリスマスになったしい え、公演やりたいな、クリスマス公演。去年、あれ、去年はクリスマス公演したよね。やりたい、クリスマス公演。そう、来月はね、まぁ、あ、言った明日だけど、6月はアルバムの、アルバムがあるので、<laughs> 楽しみ。2022年、おまあ、さに出会って、幸せでしたよ、<laughs> 私。なんか、まだだけ2023年に飛び越させ、 られそうなんだけどすごい今日カタコトじゃない日本語やばい。<laughs> 仕事終わった後まー、あ、ちゃんスマイル癒されるえありがとうよかったそれはスマイルで癒されるだなんてやったね十 <laughs> 月一日一応よけ焼けてきて一応じゃなくなまだの誕生日だからみんな明けついてくれるよねもちろん <laughs> そうだよねもちろんさまだの誕生日だから何も予定入れないよね <laughs> まなちゃんに会えるまであと2ヶ月お嬉しい2ヶ月長いようで短い楽しみよいお年を早いって <laughs> まだ5月39あえっ怖い31日 なんでマナ39って言ってたの今31日あれ31日だよね今日やばいんだけどマナ、ま、ちゃんの誕生日を終わって予定がすでにそうなんです1日はマナ、ま、の誕生日を祝うのであの予定を入れないよみんな <coughs> ふるさま軍団の交際メンバー。今のところやっぱうじゃないゆうが候補じゃないどうみんな的に。でもなんかさ、最近さ、カエリがマナ、マナと優のところに入ってこようと。<laughs> わかんないわかんないけど、すごいギャル、ギャルを、なんか頑張って出してる感が、ちょっとあるんですよ。どう思いますか皆さん。<laughs> カエリは、 ギャルじゃではないじゃん決して一歩踏み入れたとしてもでもなんか最近かえりギャ,ギャルになりたいのか分かんないけどそう瞑想してるみたいかえり <laughs> 瞑想してるよマ菜、ま、じゃんギャルんか多分性格なんだよねマナ、ま、の性格的な問題だと思うギャルって言われるのはなんか あ二221日イエーイ221日でーすじゃあ無理しないほうがそうなのしかもなんかツイッターかなんかで見たんだけどさギャルみたいなのしたし <laughs> すごいよねキャラ瞑想中ね帰りは中身入っててそんな目ち口のそれあれピコミみたいな ピクミンだっけそういうのあったよねマナ <laughs> ちゃんがなんて言ったら何それ何欲しい欲しい愛などういう賢い言葉を使ったのか自分で気になるんだけどひらがなで教えてマナ、ま、ちゃんも餃子部に加入してえっ愛、ま、もね餃子好きだよ餃子好き ヨザは好きですあ瞑想ね瞑想あのファンの方がコメントで書いてあったから読んだだけ <laughs> マナはあくまでもあのコメントをただ読んだだけの人間ですよろしくお願いしますカエーちゃんにギャル教えてやってくれすごいえバカんか普通にまだ生きてるだけの、生きてるだけっていうか多分話し方だと思うんだよね見た目も別にギャルじゃないじゃん <laughs> まあ人によるよね人によると思うけどまあでもボブだからかなロングだと多分ギャルって言われると思う今はこの髪型に助けられてる <laughs> 短,短めでなんかユウもさ短いところからロングになって一気にギャルギャルっぽくなったやん髪型だよ 髪,髪でぐるぐる巻きとかだったら多分ギャルギってめっちゃ言われると思うでもマナは今短い髪の毛を楽しみたいからもうちょっと清楚な衣装だとギャル逆にギャル感増すあマナでも確かになんか制服とかさだと確かにそうかも。 性格が大きいとえ、わかるまだ、性格がなんかさ、なんて言うんだろう、楽観的というか、こういう感じじゃなきゃ、いエみたいな感じだからだと思うんだよね。見た目っていうよりかは、あの、なに、性格的な問題だと思う、まだ。昔え、59分やばいじゃん。じゃちょっと読みたいと思います。せーの、せーで。 十三ノりちゃんさん12位十二ジュネンジェッさん十一ディームさん十一パピコさん九位斉藤のしゅうさん八位ムュさん七位赤道のターボさん六位ワンワンさん五位タモフォアテットさん四位ギリダンしゅうさん三位 C さん二位鯖一さんそして一は五ゴ五ーーさんです。イエーい。オッケーオッケーオッケーオッケあんまり噛まずに今日言えたんじゃない。ありがとうございます。本当の本当に。<laughs> はいということで今日で二百二十一日目明日から六月みんな 元気に頑張ろうね梅雨入りとかあるけど6月はでもそれよりも何よりもアルバムが出馬し,んしな何て言うの出演ん,なんて言うんだっけチャーン何て言うんだっけえっと出品出品じゃ何て言うのあリリース